こんにちは。営業コンサルタントの高田実でございます。初めて大谷さんとお会いした時のことを今でも忘れてないです。大谷さんから初対面でですね、お会いした時に3つ教えていただきました。1つ目はですね、マスメディアに出演するには何をしなければいけないか、どのようなことをしなければいけないかっていうのを教えていただきました。2つ目、無名のコンサルタントがですね、知名度を上げるには何をしなければいけないかということを教えていただきました。そして3つ目、なんといっても自分自身、私高田実の強みっていうものをですね、再発見してさせていただいたことです。これはもう絶対私にとっては大きな財産になりました。今後とも大谷さん、私のメンターとしてよろしくお願いいたします。